岐阜高専があるのは豊かな自然が残る岐阜県本巣市。近隣には大型商業施設があり、駅からのアクセスにも便利な町です。高専は大学や短期大学と同じ高等教育機関です。高校、大学の7年間と同じ水準の専門的な技術、知識を5年間一貫して学ぶことができます。本校ではきめ細やかな少人数教育で、大学と同レベルのものづくり教育を行っています。体験型学習を重視した独自のカリキュラムで、情報化社会の最前線で活躍できるエンジニアを育成します。この教育システムが評価され、国際的な技術者育成を目指した日本技術者教育認定機構の認定校となっています。さらに高度な技術教育を学べる2年間の専攻科では、新たに先端融合開発専攻が開設。研究を通じて多分野の知識を総合的に深めることができます。一般科目では普通高校の内容と大学の教養課程をバランスよく取り入れた独自のカリキュラムを採用。豊かな教養と幅広い視野を養います。卒業生は半数が大学工学部や専攻科へ進学。専攻科を修了後も国立大学の大学院へ進学することができます。就職を希望する場合も高い就職率を誇り、多くの卒業生が企業の技術系幹部として活躍しています。本校の学生は自分で考えて行動ができるような学生が非常に多いなと思っております。高専の生活を通じてですね、早くから社会に貢献できる能力を身につけているというふうに思います。社会からの評価も高くてですね、卒業生からは在学中に資格を取ってよかったですとか、在学中に勉強した内容が社会に役に立っているという声を聞くことも少なくありません。豊かな設備も岐阜高専の特徴です。 e ラーニングや CAD、 学術研究に利用できる情報処理センターやマシニングセンターなどの専門的な工作機械が充実しているテクノセンター。また図書館には専門書を中心におよそ9万冊の蔵書があります。クラブや同好会活動も盛んに行われ、充実した学生生活を送ることができます。全国の高専学生が発想や技術を競うロボットコンテストや、10月に開催される高専祭など成果を発揮する場も多くあり、学生たちは高専ならではの行事を楽しみながら絆を深めています。またオープンキャンパスや工学の面白さを体感できる出前授業など、岐阜高専の魅力に直接触れることができるイベントが多数開催されています。皆様のご参加をお待ちしております。中学の時にテレビで見たロボットコンテストがきっかけで高専に入学しました。と自由な校風がとても魅力的ですが、その分自分に厳しく勉強に取り組まないといけないということを感じました。介護施設を見回る自立型の移動ロボットの製作をしています。全て自動で行い、介護者の負担の軽減を目指しています。やりたいことをとことんやろう。